日本近畿地方京都府京都市伏見区、隅染隅染は京都市伏見区の地名。隅染の地名は、平安時代、上野峰夫が友人である藤原元常の死を痛み、深草の延べの桜し心あらば今年ばかりは隅染に、酒と歌ったところ、この地の桜が隅染色に咲いたという伝説が、由来とも言われる。この地は京街道、奈良街道、 大津街道が交差し、宿場町として栄えたこともあり、1699年、茶屋株が、墨染めの南部で許可される。そこから、種目町の花町が生まれ、中心蔵でおなじみの大石倉之助も、ここのクルワでも遊んだ伝説が語り継がれている。花町としての墨染めは、明治以降も存続するが衰退し1910年。 京阪電気鉄道が開通した翌1911年頃消滅した。墨染町と深草墨染町が存在するが、これは1868年以降の行政区画の変遷によって、1931年この地域が京都市に編入され、伏見区となる際には、墨染町が伏見市に、深草墨染町が紀伊郡深草町に、 それぞれ属していたためである。また、墨染めを冠した施設はその周辺にもある。日蓮宗の寺院。墨染め桜で知られ、桜寺、墨染め桜寺とも。3号は、深草山。武田街道から、墨染町を抜け、深草大亀谷から八塔峠を経て六地蔵までの、東西の通りを墨染め通りと呼ばれ、墨染めから六地蔵までの区間は、 古来、郡山街道の一部として位置づけられる。武田街道から、四段街道までは、東向きの一方通行となっている。ありがとうございます。